ワクチンの接種率については、県内で50%ほど、これ、国内でも大体それぐらいの数字になっているんですけども、はい、そんな中、先週発表されたのがこちらです。はい 厚生労働省が新たなワクチンを承認しました。はい、アメリカのノババックス社が開発した新型コロナワクチンです。えー、来月下旬から自治体に配送するとしています。うん、だからもうおよそ一ヶ月後に迫っているという状況なんですね。まあワクチンの種類が一つ増えるということなんですけども、これがですね、あの。 打てない人の救いの手になるそんな期待がかかっているということなんですがどういうことなんでしょうか、はい、新しく承認されたこのノババックスのワクチンなんですが、はい、アメリカのノババックス社が開発しているんですが日本の武田薬品工業が 国内ですでに製造をしています、うん、今国内でで作ってるんですよねそしてワクチンの種類は組み換えタンパクワクチンという聞きなじみのない言葉なんですね。うん、まあ先生に事前にお聞きしてワクチンの仕組みのイメージを作りりまました、はい、んな情報がありますね、はい、今、国内で流通しているファイザーとモデルナのワクチンメッセンジャー RNA ワクチンと今回、新たに承認された組み換えタンパクワクチンそもそも仕組みが違うんですね。はい まあこのメッセンジャー RNA ワクチンというのがまあ我々もこれまでも打ってきているものなんですけどもこれそもそもですねどういうものかというと書いてあります遺伝情報まあ設計図のようなものをコピーしたものなんですねそれを打ち込むことで体の中でタンパク質が作られてそれに反応して抗体ができていくというものなんですね。はい、はい それでは一方こちらですね、はい、一方新しく承認されたワクチンは、はいえー、ウイルスの一部この突起部分ですね、うん、このタンパク質成分を使ったワクチンで組み換えタンパクワクチンと呼ばれています、はいえー、抗体を作るためのタンパク質と効果を高めるアジュバントを添加してそちらを体に、うん 投与するというワクチンなんですけれども、はいはい、従来からこのワクチンの仕組みというのは B 型肝炎だったり帯状疱疹、破傷風などのワクチンとして使われているので実績もあるワクチンということなんです、うん、先生、このワクチンというのは組換えたんぱくワクチンというのは、はい、このウイルスの一部を使ったワクチンということなんでしょうか。ねその通りです まあ、いわゆる不活化ワクチンといわれているものですね、はい、で抗原性のあるところをです、ね、あらかじめ合成させて、でそれをあ投与するということになりますので、信頼性のある、まあ、いわゆるオーソドックスなワクチンということになります、うん、これ、だから不活化なんで、まあ、打たれたところでそれが発症につながることはないということですよね。 全くそのとりですね、はい。ということで、まあ、設計図を打ち込んで体のたんぱく質を使って抗体を作るのかそれとも人工的にそもそもたんぱく質を作ったものを打ち込んで抗体ができるのかという、うんまあ、いわば違うワクチンにはなるわけなんですね。はい、でこの仕組みの違いによって先生副反応にも違いが出るんですかあそうだと考えます、はいえー、メッセンジャー RNA ワクチンはですね実はさっき解説にあったように2つのステップで成り立ってるんですね。ええー まず、メッセンジャー RNA を体に投与することで、うん、体の中でスパイクタンパクを作る、はいで、そのスパイクタンパクに次のステップとして、体が反応してワクチン、免疫を作るというワクチンの仕組みになっています。めですね、えー えー、合成したそのタンパクをですね体に入れることになりますので、うんはい、ステップがワンステップ少ないんですね、うん、でそのことによって、最初に起こってくるようなあの体の中で、はいえー、スパイクタンパクを作るようなところがですね省かれますので、えー、それに対する反応というのは減少してくると思いますなるほど。で、必要な量を調整して、まあ、軽度になるんじゃないかという期待がされているということなんですね。 副反応が軽減されるというのがポイントなんですね。うんはい、今、国内で一般的に接種されているワクチンの2つ、ファイザー製とモデルナ製なんですが、こちら2回目接種後の有効性は95、94と高いんですけれども、一方で副反応が出る確率が高くなっています。一方で新しいワクチン、こちら有効性は90%を保ちつつ、副反応は、 疲労に関してはファイザー、うん、モデルナと比べて低くなっていて発熱に関しては10%未満となっているんですね。ね、うんまあ、これはあくまで主だったっ副反応というところで、まあ、頭痛だったりあんま変わらないんですけどやっぱ発熱というところが、ね、ぐっと抑えられているなという印象ですね。で、そんな中で,です、ね、こういう方からも期待が寄せられているという情報です。 福岡県在住の50代女性の方です1回目ファイザーのワクチンを打ちましたその後めまいや動悸息苦しさの反応が出たこれがですね、うんまあ、アナフィラキシー反応なんじゃないかとそう疑われるぐらいの反応だったから 2>,、はい、2回目が打てなかったと、うんまあ、いろんな心配があるということなんですけども厚生労働省はですねこういったアレルギー反応のようなものが出た方に対しても想定をしている新しいワクチンだとしているんですが、はい、先生、ここについてはいかがでしょうか。はい このワクチンはです、ねまあ、通常承認を得ていますのであの2年間かけながらあの治験をしているということになりますので、まあ、安全性は担保されているんだと思いますで、まあ、あの一般的なあのオーソドックスなワクチンですので、まあ、いろいろ今までのデータがです、ねまあえー、蓄積されていますのでそこから予想される副反応もかり通常承認ということばがありましたが、まあ、これだけちょっと時間的に遅れたのもこの2つっていうのは特例承認スピードが速かったと。 ノババックスは通常承認であったためにちょっとこう遅れてやってきたというところがあるんですけれどもただ、何て言うんでしょう今、紹介しててもまあいいことがかなり多いような印象を受けるんですけどこう懸念されることっていうのは何かかありますかやはりですね副反応っていうのはですねワクチン必ず起こってきますのでその後程度問題だったり種類だったりということがですね実は臨床現場でどうなるかというのはそれっていうのは今後いろいろと実証していかないと分からないというところはあるんですかね。 それもあると思います、あのまあ、今回、ですね、まあ、いろんなワクチン、種類が出てますが、一、まあ、つ一つ整理して、ですね、まあ、臨床的に、まあ、いかに有効か、あるいは副反応かどうかということは検証しつつ、まあ、実践で使っていくということになると思います、うん、最後に1つだけ、1、2回目、ファイザー、モデルナ打ってる方が、じゃあ違うワクチンである、このノババックスのワクチン打つっていうのは、可能なんですかね、その混ぜ打ちというか。 現在、それをです、ね、検証しているんだと思いますが海外で出ているです、ね、データ都市はです、ね、非常に有効であるということが証明されていますのでいずれそれも承認されてくると思います。